明治から平成にかけての仙台の街並みや人々の暮らしぶりなどを写した写真や映像を公開する特別展が宮城野区で開かれています。特別展では市民らが撮影し市に寄贈した写真や映像など225点が公開されています。こちらは空襲で焼け野原となった仙台の街で進駐軍の兵士と記念撮影する市民です。訪れた人たちは当時の仙台の人たちの暮らしぶりに思いを馳せながら写真などに見入っていました。戦争の空襲にあったりとか、それを、ね、乗り越えて今のこう仙台があるんだなっていうのがこうよくわかる。この特別展は宮城野区の仙台市歴史民俗資料館で来年4月14日まで開かれています。